ワクワクタチウオ生活2日目ですよ。昨日釣れちゃったのに気を良くしてですね、またね仕事上がりに、今日もね夕方前に仕事終わったんで、レインボーブリッジにねタチウオを狙いに来ております。今日ね竿2セット持ってきてみたんだよね。昨日シュワジギの竿でね、1メーターぐらいのタチウオをあげたんだけど、さすがにずっとしゃくってんのが疲れたんで、ちょっと軽めのね、シーバスなんかでワインドで使うセッティングも準備しております。オープンが8時からクローズが21時。うお、すごいベタなぎになったな。ゆまどめきつかったんだけどな。おお、いきなり。ああ。なんすか、タッチ。いや、もう二しゃくりできたから。何投げたんですか。タッチかな。いや、すごい重かった今。だらな。昨日のあの麻薬みたいなあたりを食らうと釣り場に行かずにはいられないですね。ノリさん、こんなの釣ってたのが。じゃあ上がったら移動します。はい。くそー、丸坊主か俺。チャリンコフィッシャーマン現る。チリンチリンですよ。どういうことですかねこれ。チャリンコフィッシング、うー、すげえ張りかかり。結構長いじゃないですか、しかも、うん、完璧じゃん。これなんか上から刺さってるよ、小さい。完璧な。おお、しかもいいサイズ。指また4本くらいあるんじゃないですかね。逃げそう。もうえらいやりました。やってない今。ただこれでギュッてやっただけだから。はい、フライヤーで。あ、でもうん、オッケー。チャリンコフィッシャーマンにやられた。あ、よかったらチャリンコ使ってください。いや立花出向だ。なんだよ、クソ、なんで俺釣れないの。そこですか。ボトムから 2,3 メーターだな。あー、下なんだ。よし。チャリコミッシャーマン2つ、クソ。チャリンコパターンじゃない、今日。チャリンコの、あのチリンチリンって鳴らさないと絶対勝てない。絶対勝てない。チャリンコ危ないよ。チャリンコ危ない、チャリンコ。立花の火並みで。それで怪我して明日。やばいよ今日。どうだ。でも一匹そのサイズいいんだから絶対群れで。うん、まだあと3発ぐらい来ますよ、波。クソ、ノリさんが余裕で今度トイレパターンに入った。下半身を温めながら。
いや昨日はねバンティアンチャンスがいっぱいあったんだよ。つうかノリさんのでっけえな今の。測ったらメーターぐらいありますよね多分。長さんの昨日のやつもあんくらいでしょ。え？長さんの昨日のやつもあんくらいでしょ。どうだろう。タチはあの尾っぽのビラビラまでだからな。だドラゴン狙ってたあの尾っぽがたまに折れちゃってるやつ釣れるとすげえ残念な気分になる。いや別に俺とノリさんはもう釣ってっからいいんだよ。問題はタイカと津田くんなんだよ。この3日スパンで考えたら3日スパンで考えたら俺別にもう昨日3匹ぐらい釣ってっからさ。いややっぱこのレインボーしたってのがオツじゃん。いやだって俺も釣ってますもん。あ本当。それはサイズはどうだったの。でも4本ぐらいです。いいね。俺も半身全部無理やり昨日食っちゃわないで残しておけばよかった。対岸最後にちょろって、いやそこは岸際は何メーターあるんですか。7メーターぐらいかな。じゃあここら辺10メーターだからそこまですごい駆け上がりでもないんですか。うん、あもうなだらかに、まあほんと岸際ちょっと、岸際ほんと少しだけ7メーターになるけど、あとはもう10メーターフラットみたいな。だベイトがわーってなんか通りかかった瞬間とかに食い気が立つのかもね。静かだね。ダメっすかね。ガツンとな。おーって引きが欲しかったな。分かんないけど、よしよし。さあ何でしょうか。釣りを始めてからおよそ6時間釣りに来ましたよ。はい、ビン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 だって。何やつ。お、タチウオだ。タチウオ。よーし。ちょっと待って。タチだ、タチだ。マジじゃん。なんでね。行くよ。よいしょ。よいしょ。いいサイズ。おい。お、とっ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 と。よっしゃ。あ最後来ましたよ。ドラゴンサイズあるかな。結構長い。どうですか。すごいね。こんな大都会東京でね、公演はね21時で終わりだから延長戦に突入して最後の最後で、ね、来てくれましたよ。この牙釣るかな。これすんごい牙ね。いや綺麗。じゃあね、これは食べたいと思いますよ。よう釣れるわこれ、ね、真夜中タチウオ。はい、計測余裕のメーター超え。このね、網まで来てますよ。メーター5センチぐらい。いやー
6時間投げ切った甲斐がありました。あー、こんなね、レインボーブリッジで来ましたよ。じゃあこれはね、持って帰ってどうにか食いたいと思います。